え？まだバトルし足りないって？でも俺じゃもうちょっと練習しないと相手にならないみたいだし、せめてここにある車が8号じゃなくて匠の86なら少しは勝負になったかもしれないんですけどね。そんなことないぞ、いつき。え？なあ、俺にちょっとだけこの車運転させてくれ。え？どうする気だよ。俺の8号と匠んちの86じゃ月とすっぽんだろ。いいから助手席に乗れ。よく見てろよ、いつき。この車の本当の限界を今から見せてやるから。よく見てろよ、いつき。この車の本当の限界を今から見せてやるから。やっぱり匠の運転は異常だぜ。悪かったな、無理やり運転しちまって。謝ることねえよ匠。そりゃお前が負けたのはすげえ悔しいけど、俺車の性能じゃないんだってよくわかった。腕さえ良けりゃ
8号でもあんなにすごい走りができるって分かったからな。早いね君。こいつに勝っちゃうなんてすっごいことだよ。それじゃあ俺たちそろそろ帰るよ。またね。